関西クラシック第1弾、第75回 DI オルカ賞が、12日、阪神競馬場1600メートル芝を、舞台に争われ、岩田康誠騎乗の5番人気レッツゴーロンキ、金さん、リットル、梅田智厩舎、キキキングカメハメハ、が優勝。果敢に逃げてスローペースに、落とし込むと、最後の直線も後続を、寄せつけず、4馬審査の快勝で、桜の王冠を手に入れた。両馬場の勝ちタイムは1分36秒0。レッツゴーロンキは今回の、勝利で JRA 通算6戦2勝、重賞は初勝利。騎乗した岩田は2012年ゲンティルドンナ以来となるオルカ賞2勝目。同馬を管理する梅田智之調教師は、嬉しい JRA、DI 初勝利となった。2期には池天健一騎乗の、7番人気クルミナル、金さん、リットル、スカイ厩舎、さらに3、4馬審査の、3期にはクリストフ、ルメール騎乗の、8番人気コンテッサトゥーレ、金さん、リットル、安田厩舎、が、入選。単勝1点。6倍も、断然の1番人気に支持されていた戸崎啓太騎乗の、ルーズバック、金さん、美穂、大竹厩舎、は、後方から松田区不発に、終わり9期に敗れた。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。